またやったのか、タロ男説。ポケモン SV ダウンロードコンテンツ青の円盤で登場予定の新キャラクタータロ、ムービーを見る限り DLC の舞台ブルーベリー学園でもトップクラスの実力者であり、我らが戦闘機を根本と同じ立ち位置のキャラと予想されるタロ、物静かでほんわか雰囲気の可愛い系で、すでにネットでは大人気のタロだが、ここで大きな疑惑が。それはタロ男説あり得る。ポケモン SV ならあり得る。過去にクール系女子と思ってたら男だったグルーシャ、関西風イケメン男子だと思ったチリが大人のお姉さんだったり、前例がありすぎる。タロのスタイルは過去のキャラクターの傾向から見ると女性である可能性が高いが、今のところタロが女性と証明する表現はなく、前例があることからタロが男である可能性が捨てきれないのではと話題に。もしタロが男の場合、ファンが阿鼻叫喚歓喜弱弱する姿が今から楽しみである。なんならタロさん男であってください。異世界解剖学。